フリードリ・ヒズール SS 中佐。フリードリ・ヒズールは、ドイツの軍人、法学者。ナチス・ドイツの時代、新英大将校を務め、国家法案本部では、第2局 A 参加課,課長や、第4局 B4 課会員として勤務した。また、アインザッツグルッペンでは、ゾンダーコマンド4ビット隊長や、アインザッツコマンド6隊長として、ロシア方面の作戦に従事した。 フランス方面の保安警察及び SD 司令官を務めた。SS 将校としての最終階級は、新衛隊中佐。上級公務員としての肩書きも与えられていた。1907年、リューネブルクにて生を受ける。彼は、ゲッティンゲン大学及び、フライブルク大学で法学を学び、法学博士の学位を得た。1933年2月1日、新衛隊に入隊する。 この時与えられた、隊員番号は65,824であった。さらに NSTP の権力掌握後の1933年5月1日には、国家社会主義ドイツ労働者等へ入党し、党員番号2623,241を与えられた。1940年3月、ズールは、パウル・ミューリウス・ SS 少佐の公認として、国家法案本部第2局、 A 参加の課長に就任した。1940年7月19日に作成された。彼の履歴書によれば、ベルナーベストが更迭された1940年5月末頃から、大通局局長代行も務めていたという。1941年7月から1942年秋、アドルフ・アイヒマンが課長を務めていた第4局 B4 課に部門長として務める。 この職にある間、ズールは東部占領地域省で1942年1月29日に開かれた東部占領地域におけるユダヤ人定義の規約に関する会議に参加している。この会議は1942年1月20日に開かれた万税会議の直後に行われ、本人がユダヤ教徒であるか、少なくとも片方の親がユダヤ教徒である者は、 ユダヤ人とみなすという旨が決定された。さらに東部占領地域省ユダヤ人問題担当局長エアハルト・ベッツェルの提案により、根結者も排除の対象とされた。1942年10月、ズールは社にて開かれた最終的解決関連の会議に参加する。その後、妻、グレー・テル・ズールとの話し合いを経て B4 課の仕事から手を引くが、 これに対する懲罰として1942年11月からロシア戦線に派遣されることになる。1942年11月、ズールはアインザッツグルッペンのアインザッツグルッペシーゾンダーコマンド4ビット隊長に任命された。1943年8月5日にはアインザッツコマンド6隊長となり、以後1943年11月まで務めた。 アインザッツグルッペンでの勤務を終え、ズールは在仏法案警察及び SD 司令官に任命された。1944年12月11日以降、新衛隊及び警察高級指導者指揮下にあった戦闘団の指揮官を務める。敗戦時の役職は上、アルザス新衛隊及び警察指導者だった。1946年5月31日、 ブッパータール監獄内で自殺した。ありがとうございます。